このパラメート貼っておられますかね。順番が書いてあるんですけども、いや回る順番が、コースの順番が今持ってもらっとったらよく分かってると思います。何分かかるのかな。でも早く行かなあかんかな。乗ってもらっていいですかね。それでは傘をね、ごめんな、案内だけ頼ます。傘をお願いします。あの滑りやすいんで気をつけてくださいね。どうぞ順番に進んでください。いや、ちょっと抜いて入れたこと入れてたのラブじゃ、こっちの方が。こちらもありますか。足元ね、お楽な姿勢で乗ってくださいね。30分乗られるんでね、足しびれてしまいますんで。じゃあここ2人さんで、ここ1人はい、ご乗船どうもありがとうございます。この便の船頭します長浜と言います。どうぞよろしくお願いします。そしてね、ご案内は姫路城ボランティアライブの中水さんです。合わせてよろしくお願いします。でね、もう間もなくね、満席なんで出航するんですけど、船頭から3つお願いあります。まず1つ目、この網傘なんですけどね、まあ日よけはもちろんですけども、この船はね、石垣のすぐそばを通ります。上からね、小石小枝、まあ何を落ちていくかわからない。ちょうどね、ずっと後ろの方ですね、向こうにまた橋の下をくぐるんですけども、今日は水位が高くて、もう橋桁ギリギリ通ります。頭ぶつけないように、ヘルメットがあるんです。乗っていくとかは必ず乗っておいてください。二つ目です。このプラベリーなんですね、ツルツルな木でね、火とか手を置きたいんですけども、ここにはね、火とか手を置かないようにお願いします。石垣とかね、桟橋に接触したとき、挟まると大怪我しますからね、出さないようにお願いします。そして三つ目です。航行中ですね、なんか具合悪いことありましたらね、遠慮なく船頭に乗ってください。対応しますんでね、はい、よろしくお願いします。ましたらね、はい、いってらっしゃい。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 はい、改めましてね、ご乗船ありがとうございます。今日のね、日程なんですけども、距離にしまして約 1.4 キロ。時間はね、約30分を予定しております。まあ、歩くようなね、このようなゆっくりとしたスピードで、これを回していきます。で、京都のね、北側のような、ね、スリルは一切ありません。スリルは一切ありません。もう、同じような感じが、大事です。まずね、最初にですけど、この船に少しだけお話しします。この船、名前がついておりますね。和船のハリマと申します。兵庫県の姫路市。昔のね、広島で見ました万州ハリマということで、そこで名前を頂いた和船のハリマ。で、この船なんですけども、平成24年度に文化庁の方から補助をいただきましてね、建造された万州船というになっております。まず一つはね、1年以上の作りを使った感じになります。そしてもう一つは、こういう木造和船を作る人のことを船大工、今も日本ではその船大工が少なくなっておりますね。
みんな年を取られて、このままではこの日本の造船技術が継承できないということで、そういう造船技術の継承、さらには若手船で育成というのも目的としております。さて、この船なんですけどね、タイプとしましてはね、川舟になります。川舟、そこが真っ平らです。浅い、あるいは川でも航行できる。そしてね、幅が比較的広くて、横揺れの少ない、とても乗り越えやすい船になっています。ということでね、しばらくの間ですけども、イメージを振り込んで、十分楽しんでいただきたいと思います。そしてあとね、ガイドの中野さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。皆様方、ご乗船誠にありがとうございます。これからね、ゆっくり参加して、温泉から来た姫路城ということにつきまして、お会いさせていただきます。本当に、ね、今、桜が満開でしてね、姫路城、たくさんの人がいらっしゃってます。ガイドもね、最近本当にね、現場がどういうこともありまして、外人さんが多いんですよ。あっち行っても外人さん、こっち行っても外人さん、これでもこれぐらい来てます。とね、皆さん方、多分温泉が終わられてから、イメージを行かれて、ゆっくりとね、待っていただきたいんですけど、本当に人なんで、ね、そういうことを確保したら、ぜひ行ってくださいね。では、これからね、温泉行ってらっしゃいイメージをご案内させてもらいます。そしたら、下の進行方向に対しまして、左手のを見てくれますか。こちらの方にね、白い土塀がずっと並んでるんですよ。実はこちらにあるのはね、姫路城西小屋敷屋と高古園というものなんですけど、実は高古園という名前はね、姫路藩校高古堂というところから高古園という名前が付いております。実はね、この高古園はね、姫路市100周年を記念いたしまして、平成4年の4月の29日にこれオープンしたんですね。ということを考えますと、もう30年以上になるんです。これはね、本当にこれその後は全部30センチ盛り付けをして、そしてその中にね、材質を合わせて9つの庭が用意されております。そこで100センチの水が自然回遊しでずっと回っております。そのどのこの庭からお姫路城の全記録が出ると、そういう作りになっております。そしてね、姫路城のこの水がこの声の中は外装はすごく水が感じるんですけれども、これ素晴らしいのは、ね、姫路城のそこに来たい場が発信点というところにいるところもございますし、こういう人の方が来まで海水調査のところが人の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 海水調査今の桜が咲いているときと秋のモミジが咲いているときにこれ一番なんです。だからね、今はね、島が変わるときに違いになったときに全部見ていただければいいかと思います。今ね、この船を使っていただいているときは吹き止まります。だからここで今は正解しまして、もっと先ほど出ましたね、こう通りまして、
Thank you.
後ろ見えたよ、あちら。Thank you.
それとまあ、皆さんが自分の足で歩いて、景色を楽しんでください。
ね、ちょっと待ってくださいね。皆さんが一斉に立ちますと船揺れて大変危険なので、桟橋に一番近い、一列の方からゆっくりと立ち上がってください。他の方はまだ座っておいていいですね。誰だし。はい、ありがとう。そしたら中ほどの方ゆっくりと立ち上がってください。あららら、そうなの。